皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、10月15日、11時42分、ガンダムを制作されている方たちや、その他、スポーツ選手だとか、国会議員の方たちだとか、いろんな一般人の方たちも含めて、ガンダムの次回作で機動戦士ガンダム復讐のレクイエムっていうものを今ネットフリックスシリーズで、特別先行上映会という、見出しのもので、外国人の方が、監督をされて、作られていると。そのコメント欄とかを見ていると、そのジオン側に立って、地球連邦対ジオンっていう元々の構図ですけども、ジオン側に立って、の作品のように見受けられるんですけども、僕の方のアイデアでですね、これ、題名が、レクイエムっていうことになってますから、鎮魂歌っていうことですけども、普通は、お亡くなりになられた方へのお祈りみたいな意味だと思うんですよ、レクイエムって。だけども、別の意味で、その日本の漢字としては、シスマルとか、そういう意味の漢字とかを使われてるんですね。で、そういうところから現実に完全に当てはめて、ジオンが連邦を黙らせるっていう内容、本当に、ちゃんと社会人としての勉強、もう学生の人とかも見ても、本当にそうだったんですかっていうことをしっかりと世間に伝える内容、もうこれ題名見ただけですぐ思いつきました。今まで自分が言ってきた内容で、これね、もともと連邦が宇宙空間に乗り出してしまったわけじゃないですか。もともとの話で、ガンダムの初代生みの親、富野さんは、人口が増えすぎ続けていて、で地球の資源がなくなっていって、宇宙に移民政策をし始めて、で、宇宙で資源を獲得しながら生活するっていうようなお話だったんですけども、それを現実的に当てはめると、これも絶対無理な話で、だんだん作品作っていくうちに、ダブルオーガンダムとかでも軌道エレベーターとか、ああいう話、僕も昔そういう話をフルーツパークでしていて、それが結局作品化されてるんですけども、もしかしたら子供の頃の話かもしれないですが、家族中で考え込んで、これね、ヘラヘラヘラ笑ってますけども、ここからちょっと真面目な話が入ってくるんですけども、人口が統計自体が根本的に大きく間違えてると。僕も4000円近くかけて買っていた、その世界国勢税自体の人口がめちゃくちゃだったっていうことが、もうこれもうはっきりと、ここ近年の動画ではっきりと言ってます。で、これに関してね、だからジオン航空側からしたら、そもそも連邦が国連発表のデータを間違えていたじゃないかっていう話。連邦軍を黙らせると。じゃあ、で、連邦の方はね、最初大真面目に普通に生きてきた人たちが、何を言ってるんだ、じゃちゃんと統計を取ったデータをもとに、とかこういう話が始まって。また今度はジオン航空のやつらが嘘を言い始めたみたいな形で海戦が始まったとします。で、こう連邦側のね、いやちゃんとジオン側の言うことも聞いてあげなきゃならないっていうことをね、ちゃんとした人たちがね、こう調べていったら、連邦の方が間違えてましたって。いや本当にエネルギーの残存の問題、これ考えたら、そもそも宇宙進出自体がエネルギーを大量に消費して資源を大量に消費するから、これどうやら連邦の方が最初から間違えてます。ジオン広告の人たちが怒る、これは無理がないと。ただし、ジオンの人たちも今までの時代の歴史を見ると、戦争で物事を解決しようとしていたから、これやっぱり大きく間違えてますよ。そのレクイエムの話でね、その人工化の話でね、
その歌の内容は結局、最終的にちょっと両方だいぶ間違えてたみたいですから、ちょっと話し合いで話決着つけませんかっていう形でエンディングを迎えて、ちゃんとした立派な話で。で、視聴者に向かってちゃんと言うんです。いや、これ本当は現実の世界に当てはめて話してますからっていうこと。政府本当はだいぶ前からむちゃくちゃ間違えてますと。で、ただし、ここ近年の、国連の議長の、ちょっと待ってくださいね。急に名前が出てこなくなったんです。今頭の中取られてるんですよ。残念ながら。もう今日はスポーツのこと、関係なしで、休日日です。で、もう、ドジャースの試合も終わってます。もう知りませんもん、他。グレーテスさん、グレーテスさん、ほら、もう頭の中、ちゃんと取り戻したら、ちゃんとグレーテスさんで、国連の、議長のね、要するに国連のトップの人のお名前出てくるんですけども、その人の時に、ちゃんと、2019年のガソリンの消費量や、ガスの消費量や、ウラン鉱とか石炭の消費量に対して、2035年には 65% 削減しましょうっていう話になってます。ガソリン車の生産を止めただけではそれ無理で、中古車の販売もかなり制限かけなきゃなりません。仕事でどうしても、電車バスの方で行ける人はもうそれで通勤してくださいよっていうような形で販売店の方が規制をかけるっていう形にしなきゃならないんですけども、本当の今の状況はね。でも、ここまで国連の方も、理解を得てますから、もうそういう風な内容の作品を作っても問題なし、GO、むしろ GO の話なんですよ。で、ここは勇気を持って、ガンダム制作者の人たち、海外の人たちも含めて、そういう作品をぜひ作っていただきたいのと、あと、その中でね、電気代に関して大量のエネルギーを消費していることがまず問題なんですけども、まあ、金銭的な問題はもちろんあるとは思うんですけども、例えば、ここのね、私の住んでいる、有野第一タウンハイツっていうところは、4階建てなんですよ、買ったの。で、4階なんか5軒しか家ないんですよ。で、まあ、4階から1階までしか、住宅はなくて、1つのフロアで、まあ、10軒ほどなんですけども、全部が全部入居してるわけでもないですし、エレベーター皆さんあんまり使いません。それでも2022年の、年間の電気代41万超えてるんですよ。じゃあ、30階建てでエレベーター6機8機、しょっちゅう稼働してるようなところは1億円超えたりします。電気代が。で、たかが30階建てですよ。だからもう世界中で高いビルを建てて、引き始めた時点でエネルギーがものすごいスピードでなくなっていくんです。原因は車だけじゃないんですよ。で、人口は減っていってるから、建物小さくなっていかなきゃならないんですよ。それももうそのガンダムの世界で言ってあげたらいいんですよ。みんなだいぶ間違えてる。現実的に。本当に本当に。で、まあ、で、アナウンサーがね、フェイクニュース散々放送してる件とかを、もうガンダムの世界言ってあげたらいいんですよ。それ言ってあげなかったら一般人の人が間違えてしまうんですから。こんなものね、民法720条の正当防衛、1-2で十分通用しますよ。だって20億人の現実に、こちらのね、リアルタイムの普通の人間の現実の世界に当てはめて考えると、もう世界中の人口は20億人いるかいないかです。本当に。アフリカの方で出生率わけわかんないことになってますけども、どうせ昔いろいろ国境線とかコロコロ変わって、で、特に100歳以上の人の、銀行の口座が残ってる人たち、もう、銀行がお金せしめてる方、国で全部押収しちゃったらいいんですよ。本当に生きてるか生きてないのか確認して。身元不明の人間はもう、口座閉めたらいいです。で、身元不明っていうか、まあ、行方不明のところは。で、まあ、そういうふうな形でね、国が、まあ、一部作業が追いついてないっていう部分も、まあ、日本で例えると、例えば第二次世界大戦で、日本は、ミッドウェーの海戦で、大敗をして、まあ、他の各地でもいろんなところで戦争してましたけども、沖縄上陸作戦があって、本土、空爆が、何百回と行われましたと。
いろんなところで焼け野原になりましたと。で、区役所とか市役所とかいろんなところが、瓦礫の山になってますから、まあ、広島、長崎の原爆とかもそうなんですけども、あんな状況になったらね、多分行政の人たちも戸籍がもうわけわかんなくなると思うんですよ。人口のカウント自体が。でもどこかでもう仕事追いつかなくなって、もう諦めがある程度入っていったと思うんですね。例えば、一日一人当たりでね、まあ、新しく生まれてきた人たちに関してはさすがに入力できると思います。で、それはもうできてると思います。で、まあ、一人で、まあ、一日200件ぐらい入力できたら違法じゃない、ないじゃないですか。大体。で、まあ、今の国境内で言うと日本は、人口3000万人いるかどうかなんですけども、それぐらい世の中間違えてるっていうことをちゃんと日本で例えてくれたらいいですよ。あ、もう現実の世界で1億2000万人とか、それガンダムの世界でね、日本が1億2000万人とか言ってるけども、実はそれ第二次世界大戦が始まる前の、そこ西暦もぶち込んだったらいいですから、本当に現実の。満州国と朝鮮半島と台湾とかを合併したり、いた頃の人口が1億人ぐらいで、さらにフィリピンとかまで進出してたでしょ。で、フィリピンの人口も入れたら1億2000万人。まあ、インドネシアの一部とかなんですよ。これが現実的な話で、その辺のデータ全然一個も未だに書いてないのが、これが現実で、本当にこのままだったら、急にエネルギーの残存問題解決できなくなって、いやだから、高いビル作っちゃダメよって言って、一部規制だけ止まりにして、他の空き地できたらすぐに建築業界の連中が建物を作ったりして、例えば12分に使える、どこも傷んでないバスロータリーのところ、全部掘り返して、屋根とか、あんなもの、そこ、一つの柱に対して3メートルかける3メートルぐらいのコンクリート、しかも分厚さこれぐらい。そんなもの一つの柱の地面の中ではつけてるんですね。それ全部掘り返して全部公開しようとしたりするんですよ。まあ一部分ですけども、まあ長さ20メートルぐらいですから、コンクリートだけでも、その一つの柱に対して3メートルかける3メートルでしょ。で、厚さがもう30センチぐらいあるでしょ。で、そんなものが10本ぐらい交換されてするんですよ。で、掘るのに重機、もう今も工事半年以上見てますね。で、わけわかんないところで物流センターの隣に物流センターを作るというわけわかんない暴挙に出て、本当にその工事し始めた連中、本当に法律業界が賠償金で国庫に金返入せえと、返金しなさいと、働いている人間も、本当にもともとその建築業界の人間とかも元議員とかでろくな人間いませんから、議員していながら築30年経過してないスーパーマーケットを人口少子化に向かって進んでいるのですよ。日本49年前から少子化です。ずっと減り続けていて、49年前と比べると生まれてきている人の数が3分の2か半分ぐらいになってるんですよ。なのにスーパーマーケットを、業務スーパーっていうところなんですけども、倍ぐらいの大きさに建て替え直しよって、12万人弱での大きさで使用できてたんですよ。レジの台数変わってないですよ。アホでしょ、本当に。どうせ行政とかが動いてる。で、そこの工事をしていた現場監督の人間、なんかどっかで見たことあるなって、もう最初普通に丁寧に話してたんですけども、家帰ってめちゃくちゃ腹立ったのが、テレビのニュースで死んだことになってた松方弘樹っていう名前でテレビで出ていた役者したやつで、で、そいつもともと議員なんですよ。で、一回もういろんなことバレて、一回懲らしめられた人間なんですよ。ほんとむちゃくちゃ。地震が、阪神淡路大震災の、僕は被災者なんですけども、日本の兵庫県神戸市兵庫区っていう、被災地の、本当は震源地のど真ん中、震源地は最初の方、垂水区っていうところの、海のあたりが、地震の震源地になってますが、違います。地震の、被害の出方を見てもらったら分かる通り、もう垂水区ぐらいになったら、全壊してる家屋なんかまずありませんから、須磨区でもあんまりないんですよ。長田区あたりで、ひどくなっていて、西の方は。
で、その隣が兵庫区で、その隣が中央区で、その隣が、灘区で、その隣が東灘区なんですよ。で、そこから東の方へ行くと、あんまり家屋全壊のところはありません。だから、震源地は兵庫区か中央区ぐらいなんですよ。ど真ん中。で、まあ、その内容とかは、いろいろと、河川の底をコンクリート化、一度したものが、もう完全にごっそり割れていて、もう水が地面の底に何十年にもわたって流れっぱなしになって、地面の底で空洞化が広がって、液状化もプラスされて、いろんな層で、途中で岩盤層はあるにしても、その底の層で土の層とかがあって、そこはもう液状化してる。だからその下で、一斉崩落が始まると、途中の層とかもそうですけども、その上の、一番上の層はもう大体もう土の層ですから、みんなが家建ててるところは、もうものすごく揺れると。だからまあ、そういうふうな状況があって、阪神・淡路大震災だとか、そういう部分もありますし、まあ、世界中で、石油、石炭、ガス、ウラン鉱、金属類の採掘で200億トン分ぐらいの空洞化ができています。で、もっとね、僕の調査で河川の撮影とか、河川水門開式ダム発電という新しい自然再生可能エネルギーの、まあ、どちらかというと部類は水力発電になるんですけども、そういったものを考案していて、河川の撮影とかにいろんなところ行きました。1日30キロ以上歩いてるところがほとんどです。一番長い距離歩いたの日、50キロ突破しましたから。自衛隊レンジャー部隊でもそこまでクレイジーなことしませんから。本当に。次の日本当全く動けなくなりますから、本当に。買い物行くだけで精一杯、本当に。レンジャー部隊の人たちは次の日も、訓練で歩かなきゃならないから、1日30キロ止まりぐらいにしてるんですけども、いや、40キロぐらいですかね。まあ、それ以上歩いても絶対無理ですから、どんだけ体鍛えていても、次の日動けなくなりますから。本当に、本当に。で、まあその地面の底をね、コンクリート化をしっかりしていれば、地震の発生数は、まあ半分ぐらいに減らせます、世界中で。もう世界中で同じような、形で空洞化しているのと、あとはもう、石油の消費量とか抑え込まなきゃならない。で、まあ、その連邦側のしてることね、日本で例えると、万博開いたりとかね。で、それに合わせて高速道路を作ったり、1990年にバブル崩壊してるんですよ。今から、まあ、国によって西暦じゃない国もあるかもしれませんから、何年前かを申し上げますけども、バブル崩壊っていうのは、今から34年ぐらい前なんですよ。その時に、こんな方法全部無理だったっていうことが世間に露呈してるのに、いろんな遊園地とかもう余計な建物、神戸市立ホテルフルツラパークもバブル崩壊前に作ってしまったものなんですよ。建築始めて。で、いろんなところ、まあ、あそこ一つだけで299億何千万としますから、ひっとい人権叩きが始まって、本当に。もう、しょっちゅう不良債権を、神戸市の方が債権放棄してるんですけども、それ全部国民の税金に跳ね返ってきてるんですよ。議員が悪いのに、それでも議員が役員とかになって、高級を得るんですよ。で、僕ら末端の人間が、僕の例で例えると、1日労働時間8時間超えているのに残業手当つけてもらえていない。で、厚生年金の手帳を人材派遣会社から働きに行ってたんですけど、人材派遣会社の方に持って行っても、フルーツフラワーパークの方に持って行ってくれたとか、お互いキャッチボールを始めるんですよ。で、両方どちらに持って行っても、厚生年金入れてもらえなくて、その話の結末は、結局大阪ヒルトンホテルで働かせてもらって、厚生年金に入れてもらえるっていう話にやっとたどり着いたんですけども、今度淡路花博は兵庫県で始まってそっち側に回されるっていう、もう地獄のような目に遭わされてるんですよ。それ、淡路花博ってもう僕の家から片道2時間以上かかるんですよ。離島のところまで通勤していくんですけど、交通費だけでもうべらぼうな金額がかかって、もう何しに働いて気に入ってるか全然わかんない。そこも厚生年金入れてもらえてないですから。本当に。働きに行くだけ無駄だったっていう話になるんですけども。だから一応大阪ヒルトンの心ある人は、もうやめとけと。淡路花博なんか働きに行ったら偉いことになるぞ。もうここで働いといたらええからって言ってくれたんですよ。一応そこは1日の労働時間8時間超えたら 25% の割増賃金をつけてくれてたんですよ。けどそこも違法行為してるんですよ。祝日法の
日曜日と祝日の割増賃金つけてくれてないのと、本当は僕あのフルーツラパークの裁判で、そこは形は逆になってるんですけども、裁判所の裁判官が私が証人になりますけども、フルーツラパークはね、あの壁、その当時の名前が株式会社神戸ワインっていう名前なんですけども、ちゃんとお金振り込むって言ってますけども、どうしますかって、もう棄却にしますかっていうことを言われて、で僕はもうまあちゃんとお金払ってくれるんだからもう規約でいいですっていう形で、ちゃんと僕のあの動画でお金振り込まれてるところちゃんと LINE 引いて、あの昔の口座の手帳でね公開してますから、規約でも勝訴はあるんです。で、だから本当は土日祝日は割増賃金つけなきゃならないんです。そうじゃなかったら行政の人たちが土日祝日に出勤してきた時に割増賃金がつく根拠は全部なくなるんです。全部返金しなさいっていう話になるんです。もうちょっとあのちょっと強めの口調であのしっかり言うような、あのもうちょっとあの急に笑わなくなったでしょ。もう本当はむちゃむちゃ払ってますから、悪いことしてる人がずっと出世してるんじゃないかと、公務員になってと、奴隷制度ずっと用いてるんですよ日本で、公務員が。だから議員の天下りは絶対認めちゃダメなんですよ。ダメですよって、人材派遣会社がやり直しって、河合さんみたいな目に遭いなさいって。8時間超えても割増賃金はつかない。で、土日祝日の割増賃金もつかない。そういう形で働かされなさいって。で、ちゃんと自分で裁判しようとしてみって。僕なんかどんな目に遭ってたかって。パソコン止められるんですよ。印刷機止められるんですよ。最後どうしたか。手書きで書類出しましたよ。全部計算した書類。何曜日がどうで、こうで。それぐらい連邦の世界クレイジーなんですよ。そこも連邦の世界が間違えてるって、その電波の世界がって。けど一部ジオンでね、ファンネルとか作っちゃったでしょ。ジオンもその電波使って悪いことしちゃダメでしょっていう話で、ファンネル禁止条約電波使って悪いことしちゃダメっていうね、その条約を先にガンダムの世界で条約結んだったらええ。もう大体どこの世界上層部の人間もその話したら勢い止めれますから、悪いことしてる勢い。やっと最近あのインターネット記事だから、まあ本当は現場見に行かなきゃわからないんですけども、あのフェイクニュース多いですから、一応まあ日本の大阪府で開かれる万博に関して、それに合わせてね、もともと湾岸線なんかガラガラなのに、その高速道路ずっと延長していて、万博は決まる前からずっと延長し始めていて、阪神高速道路っていうところにあの連結させるように、工事を進めてたみたいなんですけども、一応その工事は、今一旦中止してますっていうような形になってるんですよ。けど現場見に行かなきゃ分かんないですよ。っていうのは、万博会場の今度は大阪府内の、高槻市近辺のところの高速道路の連結に関しては、名神と阪神かな、それついに以前は走ってただけだったんですけども、その河川の撮影で、関西で一番大きな河川淀川の撮影で京都府の方まで撮影しに行って、嵐山の方までで帰ってくる時に、まあ、外をよーく見とこうと思いながら、何かおかしなところはないかなって帰りの電車の中で、で、そしたらその橋脚の上についに道路置き寄って、自民党は政治倫理審査委員会開いても全然あかんやんって、審査してる方も全員癒着。これはこの世の中の実態ですよね。僕の今来てる心の苦しみ、これ電波とかで攻撃されてるんですけど、自民党の人に行かなきゃおかしい、全員が同じ痛み。あと公明党も政権握る資格ない、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 絶対ない。岸田さんとか仲良くなりました。で、僕からの提案で安倍さんに、任期一番長い総理になってもらいました。で、一部ガソリン車は生産停止、世界中で、2035年に。そこまで話を持っていけたんですよ。だけども、高速道路ずっといろんなところで、他の場所もずっと作ってたんですよ。バブル崩壊1990年後もずっと、本当に。もうこれ笑いながら言ってますけど、現場見に行った時も、ブチ切れたよ、本当に。堪忍袋の方がブチ切れて。100人ぐらい告訴せー
って、もう本当に、法律業界に何やっとんねん、そっちも国からの税金回ってきたわやろって、もう、それプラス、他国本当に助けてって、この国本当めちゃくちゃやと、国連でもう、オランダのハーグ国際司法裁判所これ訴えなあかんって、日本の政府って、自民党員と公明党員、全員、あと建築業界の人間、全員国庫返納せえっていう裁判せない、もうこれ止まらないから絶対無理だって、そこで世界中でせんかった、これ本当に石油急に止まって、本当のところ輸入かどうかわからないんですよ。普通に考えたら表立って日本のニュースではサウジアラビアとかアラブ首長国連邦から石油の7割を輸入してますっていう話になってますけど、多分自国で大門掘ってます、海底油田で。それで東日本大震災とか能登半島の地震とか発生します。ずーっと政府の隠蔽だから、その辺のところも国連が扱う、なんて言ったらいいんですかね、ガンダムの世界でいうと連邦政府連邦がそんなことまでずっと隠していたって、宇宙空間なんかに海ないよって隠れてできるから公表しないんでしょ君たちはって、いろんな法律、おかしい法律、自民党政権の時にできましたよねって。個人情報保護とか。個人情報保護の一部で情報開示ありますよ。だけども、それ、第三者の利害がどうこうみたいな話があるんですよ。第三者の利害が関わったら、公開できませんみたいな内容書いてるんですよ。アホかと。一法律で物事考えてるか、バカになるんだよって。20億人の命がかかってる方が、判例上に決まってるでしょって。第一次世界大戦、第二次世界大戦始めたのどこって、世界中全部行政、ヨーロッパの方もたくさん戦争してました。正しい国なんか一つもありません、行政だ。常に権力者を、叩きまくるのが一般人っていう形で、これ認めてあげなきゃならないんですよ。じゃなかったら上の方がすぐに、こういうふうな文句を言い始めたら、いろんな連中をこのよ自分 の, あの僕の家のね横とか歩かせて、その近くにハリキューマッサージ屋とか作らせて、あれ本当は非合法なんですよ。中国政府ももともとハリキューマッサージを始めた国が中国なんですけども、中国政府にも言ってもらいましたから、ハリキューマッサージに関しては科学的根拠何もありませんって。だからもうこれ違法行為なんですっていうことになってるんです。で、今度介護を事業を加えましたと。でそこも違法行為、連れ去り介護をしてるから。で2003年に建物を解体してるんです。それまでに判例があって、晴山整骨院ね、裁判負けてるんですよ。判例に染めたら即逮捕なんですよ。だからあそこ出入りしてる人間全員即逮捕されなきゃなんないのに、それを有馬警察署の人たちが黙認してしまったから、今度有馬警察署の人たちを捕まえなきゃならない話になるんですよ、本当に。で、それをほったらかし。で、ずーっと僕を精神病院に9回も入院させて隠蔽。な、いろんな他の都道府県から警察官が、淡井圭介側の人たちがね、何人か、入り込むような形で、助けに来たのか何なのか、よくわからないんですよ。はっきりしないから。生活安全課に、つけていた平田っていう人間、こいつの話したら家の中から物なくなるんですけども、この男は、2008年6月、事件番号100894、これ世界中の政府は調べてください。殴った犯人、そいつは法廷出されてるはずなんですけども、その平田のはずなんですよ。昔からそいつストーカー行為していて、僕の勤務先とかに、喧嘩売りに来てるんですよ。そいつを生活安全課の僕の担当につけてきて、話あるんだったらその平田に話してくれって言うんですよ、他の警察官。で、名前竹中って言うんですよ。どうせ竹中工務店、建築業界の人間、日本の大きな建築業界の。これぐらいこの世の中むちゃくちゃ。で、裁判所の裁判官の名前見てもらったら分かる通り、難しい漢字使ってるでしょ。あれ全部一回自分で名前変えてます、他の裁判官と組んで。違法行為、隠蔽する側の。生まれた時の学校に書き込んでいた、小学校の子に書き込んでいた名前じゃないと、これ全部非合法だって。行政だもん。なぜなら僕は裁判した時に
今行っている簡易裁判所の裁判ね、裁判官と書記官が若返ってましたから、顔見たら分かります。で、僕からの皮膚とか取ったりします。多分これぐらいクレイジーなんです、裁判の世界も。どうします、この世の中。でしかもその日、裁判法廷開かれる日、睡眠時間2時間しか眠れませんでした。コンピューターが電波でごちゃ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 ずっと言ってきて、最近もう次、10月24日、神戸簡易裁判所299号法廷で、13時から13時過ぎから開かれるんですけども、それまでに、1日に刑事事件と民事事件合わせて、1日5件しかなかったのに、そこの、僕が訴え始めたらそこの法廷だけ1日8件ぐらい入れてくるんですよ。喋らす時間、ちょっとしか時間与えないように。これぐらいクレイジーなんですよ。このエネルギーの残存量も何が悪かったかって、日本の政府が悪かったで、もう世界中の政府上層部で先に訴えたもん勝ち。それしないところ、その国から調べたい。で、民間人の方にスーパーコンピューターの権限全部渡した方がいい。で、ごちゃごちゃ言われるのは公務員とかだけ。国家公務員と。電波で。ずっとスタジアムとか作って、建築業界とかから票を集めて。で、市長とかになってたのが、街づくり家の人間。阪神・淡路大震災で家屋はいっぱい倒壊してるのに何したかって言ったら、のんきに地下鉄掘って建築業界の連中が神戸ウイングスタジアムを作るために。もともと神戸市に あるんですよ。4万人近く入る大きなスタジアム。で、しかも日韓ワールドカップの時に FIFA は本当に言ったんですか、あれ。言ったんだったら FIFA 責任持ってくださいよ。4万人以上入るスタジアムじゃなかったら、FIFA のサッカーの会場として認めないとか言い始めたんですよ。アホかと。ワールドカップなんか1回しか開かれへんねんぞと。元取り返せるわけないやろうって。土地代と建設費用で何百億かかってんぞと。払えよと、ヒワがと。どうせ議員の天下りそこも、ヨーロッパの。貴族主義。もうもろくな人間おらん、世の中。本当に。テレビ出てる時だけ僕との受け答えとか全部世間に公開したい、世界中の人に。マイノリティを守りましょう。議員の方が一般人より数少ない。市長とか知事も議員、最後の最後まで今のところ自民党と公明党両方とも河川水門開始団発言一切手伝おうとせえ。本当に各議員が河川水門開閉式団発電特許通ったらその通りちゃんとその設置許可しますっていう話を先に付け加えておいて、自分たちで1万円ずつ出し合って僕にお金貸してくれたらよかったの。で、弁理士さんと弁護士さんつけて特許申請してそれ通してで始めたらよかったの。そしたらもう今頃全部日本中の河川で配備できてるし、琵琶湖から日本海に向かっての地下水流ストレートトンネル発電も出来上がってます。そしたら火力発電なんか一切いらない。それどころかオール電化がだいぶ進められていて、ガスボンベを家の横にこうくっつけたりしてるようなものは全部電気に変えれてますから。で、ガスボンベを家の横にくっつけてるようなところは基本的に山間部だから、まず、大きな地震で、停電になる可能性は基本的には低いんです。全部は全部とは言いませんよ。野田半島の例を見ても分かる通りですけども。だから電気の復旧はまだ比較的早いんですよ。どちらにしてもガスの供給とか止まりますから、話同じなんですよ。だからガスボンベを家の横にくっつけてるところは、商業店も含めてそうですけども、全部自然再生可能に賄えるようになって余剰電力ができたら、もうみんなそこオール電化で、対応してくださいよっていう世界にしなきゃならない。そうじゃなかったらガス火力発電とかで使ってしまうから。そんなガスがあるんだったら、ガスはもともと液化したらトラックのガソリンと変わらないんですから。天然ガスの7割はガス原油の揮発したもんだから。あとはメタンガスとかだから、火山地帯とかの。
その話も全部したらいい。連邦の政府とか一般の公務員とか国会議員でも分かってない人たちいっぱいいるじゃない。ジオンの方にもいました。戦争したら余計エネルギーなくなること分かってませんでした。金属もなくなっていくこと忘れてましたって。で、普通にね、僕は河川の撮影行ってる時にいろんな地点で発見してるのが不法投棄の車。本当は今の人口、日本人は今の国境内ですよ。3000万人いるかどうかも怪しいのに、不法投棄してる車、日本中だけで今の国境内で1万台は硬いから。本当に。あっちこっちで転がってるから。都市部でも油断してると、中古車センターに見せかけて、そこ中古車センターが潰れて、ほったらかしにしてるの。で、ごまかすために音楽かけっぱなしにしてるから。それ、神戸市北区の岡場駅の近くで昔あったところ。今もあるかどうか分かりませんけども、この近辺のところの一部の、ほったらかしになってる車置き場のところは撤去されました。なぜかアスファルトごと。アスファルトも残しときゃいいのに。なぜアスファルトを残しておかなかったか。物流センターの隣に物流センターを作って、そこに車でも押し込めとくつもりだったんじゃないですか。いらないから。本当にもうこんな車も絶対乗らないからって。乗って、もしギア抜けとか、クラッチとか、滑り始めてね、送り始めたら、パーツ交換するときはパーツどうせないから。いやー、そちらの車も30年ぐらい前に生産されたものですから、ちょっとパーツはもうないんですが、って。もうどうせこれ言われておしまいですから。もうテレビとか、もう iPad とかも、もうそう、僕の今使ってる iPad も、2017年に購入した第5世代ぐらいのものなんですけど、もう、まあ、もしかしたら第4世代かもしれませんけども、わかんない。もう僕も世代がどんどん進んでいくから。覚えておけないずっと本当に。いやまあどこそこのまあこういう風な部分が今おかしいんですけども、いやそれもう生産だいぶ前に停止してるんで、もうパスございませんっていうこと言われて、修理ができないって。全然エコロジーな社会作ろうとしない。新しい商品次々出すやつ、どうせ大卒、僕から言わせたら頭悪いから高卒で卒業して社会に出なかったんだろうって。頭悪いから留年して金払ってみんなの税金使い込んでまで大学行くんだろうって。これがこのような実態。次々余計なものを作るんですから。警察官も警察官学校を高校生のうちに警察官学校っていうことにしといたらいいんですよ。この方が余計なロスが少なくて済む。だって年金一月15万円以上かけれてる、まあ給付がもらえる人っていうのは、掛け金が年金トータルで年2000万かけてないとないんです。一月15万円で。それに関してその警察官とか公務員だった人とかが、まあ、何か問題があって民間の方に行かされたりあるの知ってます。みんな早いうちから働かなかったら後々不利になるんです。大学行った方が不利になるっていう社会にしておかなかったら、大学ばっかり増やそうとして、で大学出たところでね、試験だの何だの受けたところでこういうこと全然分かってない人たちばっかりになるんですから。で何してるかって、さっさと自分たちの金儲けのことに執着して票を集めて議員になる。でその元は建築業界の車掌をしてましただとか、裁判官してましただとか、弁護士してましただとか、どこそこの会社の車掌をしてましただとか、全員アウトじゃないって。なぜなら昭和63年に人材派遣業法が出来上がって、今から、昭和63年って言ったら何年ぐらい前かな、まあ30年以上前です。35年ぐらい前ですかね。まあ、大体30年から35年ぐらい前です。大体それぐらいです。で、それが出来上がってから、その人材派遣業法が出来上がってから、また日給とか歩合とか余計な法律、出来高制とかの法律があるから、働いてる、正社員として働いてる人間が、それだったら歩合だとか、それだったら日給制だとか、自分たちの逃げ道探しで変な法律の覚え方して、
ひっどい賃金叩き始めて、で厚生年金もなかなか入れてもらえないような仕組み、そういったものを作って、だからお金持ちになろうと思った、悪いことしなかったら、だから奴隷制度なんですよ。奴隷制度なんか行ってしまったら、これ逮捕手錠ね、それ今まで他の国でも判例出てるんだから、全員国連加盟国、国連人で、それでそうしなかったら金持ちになれないんだから、じゃあお金持ってる人が悪い人だったっていうこと分かるでしょ。これは全部本当の話なんですよ。それを思いっきりちゃんとガンダムの世界言ったらいい。もう今ほとんどのところ、区役所まで人材派遣会社の人に変わってきてるから、出張所のところ一つのフロア全体が、ここの責任者誰ですかと、ちょっと出てきてくださいと、もう言ってることをもう喋っていて、まあ、もうこの人 も, もう全然法律のこととかよく分かってないなっていうのが分かったから、出てきてくださいって出てきてもらった人が人材派遣会社の人で、ここのフロアに公職員証を持ってる人一人もいませんって、その 公務員として働いてる区役所とか市役所の人は、正規の公務員の人は公職員証を持っておかなきゃならないんですよ。全員持ってませんって、全員人材派遣会社の人ですって。もういないから、ほとんど公務員とか国家公務員の人違う、大多数の人の意見、無党者層の票の人たちが今一番多いでしょ。その人たちの意見を最優先にしなきゃならないっていうことなんだもんですか。言ってあげたい。これが全部本当の話やからって。もうみんな勇気持っていけって、裁判所へとかいろんなところで言うとったらって書く動画でって。誰が間違ってるかっていうところ。新しく大阪維新の会とかできましたけども、今は維新の会ってなってますけども、橋下徹さんも僕に会いに来た方の人なんですよ。だけども万博の方を招き始めて、もうやばいってなって、もう無理だって、僕のせいにされても、それ僕はちゃんと反対したっていうこと、もう僕はちゃんと正しい行動しようとしてきたっていうことでやめて、次もうこの辺のあたりで、次の衆議院選挙で今度維新の会で誰を出してきたって、医者の本性も全部知ってるから、これもガンダムの世界で言ってあげたらいい。昔韓国で、いた大統領誰だったかな、今名前が出てこない、いつも言えてた、もう今頭の中取れてるから名前出てこない、そいつが僕が宝塚三度病院に入院させられた時に、その男が出てきた、その人死んだことになってるんですよ。で本当は日本語をペラペラ話せる人で、日本から韓国に行ったのか、韓国から日本に行きたがっていたのか、何なのかよく分かんない人で、向こうの方で、いろんなことがバレたのか何なのかよく分かんないんですけども、それで精神病院の医者になったりしてるんですよ。精神病院の医者になってる人間、大体もう何か悪いことがバレた人。警察官が精神病院に連れてたりしてるでしょ。でその警察官がもともと僕の働いてる勤務先で偽名とか名乗ってた人間で、本名永田っていうらしいんですけども、それも調べてみなきゃ分かんないし、若い指揮会社で先田っていう名前を最初から最後まで通してましたから。で、僕は働いてた期間で、今度 その男は精神病院の医者になって、しかも西宮市阪神タイガースのある市で出てきて、昔一緒に秋葉株式会社で働いていた先田って名乗ってた人ですよねって聞いても、返答一切しないで、黙秘権を使い始めて、裁判所でそれしたらどうなるかって言ったら、原告の主張した総理に裁判が進んでいって、絶対勝つから本当に。もしそれ棄却してきたら、総理が動いてる、行政訴訟法で総理が棄却できる権限持ってるから、それも全部ガンダムの世界で言ってあげたらいい。で僕はどういうふうな内容を裁判したら棄却されたかっていうのを逐一僕のホームページで公開するから、それもガンダムで言ってあげたらいい、でそれ世界中で見てあげたらいいって。これ淡井さんの言った通りにしなかったら、本当に世界中エネルギーの残存量倍手詰まりになって、急にエネルギー その供給が止まって、本当にほとんど人間まず死ぬからって、多分ほぼ 100% 死にます。だってダム壊れたら誰が補償するのって、ガソリンなかったら重機動かないんじゃないって、木で作るのって、すぐに決壊しますよって。
ガンダムの世界で言ってあげたらいい、本当に。だから国連をとりあえず味方につけておかなきゃならないから、国連の方が力あるから。だから国連発表で2019年対比で化石燃料、もう先ほど言いました、さっき言った種類の内容もね、全て2035年に関しては 65% 削減しておかなきゃならないっていう話になってますから、それに逆らうのような内容で各公務員だろうが国家公務員だろうが建築業界の人間だろうがそれで動いたら君たち全員違反行為してるよっていうことになるんですよ。そんなに自分の側の稼ぎのための方が大事だったのって、もういらないわから、もう建築業界の人間半分ぐらい、本当にこの辺りでもう山水線を公園につけては外して公園につけては外してって、1995年に阪神・淡路大震災がありましたけども、その後この近くの公園のところで、お川寄りのところで、そこでもうそれ3回ぐらい行ってますから。もともとこの辺り一面本当は畑だったんです。あの自動車メーカーとかいっぱいありますけど、あの辺りも本当は畑、トヨタのお店も田尾駅ぐらいまで、それもガンダムの世界言ってあげたい、地震発生したらもうこうなるから今度その人生を巻き返すだとかそういう話あるでしょ、もう計算上絶対それありえないんですよ。悪いことしなかったら、巻き返せた人、悪いことした人、ちょっともう動画の撮影時間がもうちょっとなくなってきたんで一旦これぐらいにしておきますね。僕ジオン側で行ったらで連邦側の人たちがすいませんでした。で、ジオン側 の、 あの戦争派をしていた人たちのザメ家の人たちも全員すいませんでした。どっから直していったらいいんでしょう。淡井さんのホームページに書いて内容通り、もうガンダムの世界で興奮しなさい、ああしなさいってちゃんと指示出しておくところ、それ仕上げたらいい。以上です。一旦ここまでです。